はい、できました。大学生のあれ、大学の近くにあるお弁当屋さんの大盛りぐらいのとんかつまあ3人分やけどね、とあら汁、これで食べましょう。はい、ボラのマリネ忘れとって、マリネ持ってきました。食べましょう。はい、ではいただきます。じゃあ今日はもうご飯なし。なんかね、ご飯を食べる気分じゃないの。とんかついただきます。あ、うん、なんか食べた白米ちょっと食べた気分になってきた。うん、こっちじゃないの、見ていこうか。ちょっと沸かしたから熱いか分からない。降りてきたら変身した気分になる。なんとなく自信が増えた。そうやな、確かに。降りてきてマジでたなんか自信が出た気になるね。確かに。マカオから降りてきたいから日本に来てねって。他のマリネ美味しい。ベビーか、ええな。見入ってしまう。もうかわいい、いいな。受注生産30万円やって。安い。高いよ。4000円やもんこれ。気になる。車に何とかいいな。20万とか言ってんのよ。いや、車は乗って走れるやん。切るだけ、切るだけやん。あんねん。え、切るだけって言ったら価値ないような言い方で。でもクリアランスってあれで、あのそっちで980円これ、あ、1980円か、ここでね。ダメだ、ベビオだ。こういうねやったらさ、服に金使わんといて。
今30万乗りてほしいな。かわいいな。すごいな、あのドレス。どうしたかせん。ふんわりしてる。ほんまちゃうな。この辺の身にかけといて。ありがとう。いいよ。下のやつ落としとくか。落としてもこんだけしか使えない。ほら、すごいな、あんな服用機やん。マウスも高いな。電池あかんのかな。今頃令和なんかゲームでなんか令和1年やとかなんか言ってさ、未来予定したんかなとか思ってゲームとしても今日昼11時半に発表って昼出せって。もう今頃、言うとテレビ見てへんのか分からへん。そうか、そもそもなんかヤフーニュースとか見えてんすよ、高校生はこんなもんです。あんまり興味ないの。興味ない。何でもいいの。言語は何でもいいな。もうあれ2020年でのうちの子も西暦派です。平成おっさんやって言われるんだ。平成のおっさん言われる。昭和じじいやな。ババアって言っときなさい、ね。許可得たんじゃん。許可。なんか手やっこいな。とんかつ肉やっこいな。何でた？タイムカプセル。タイムカプセル探すんだったんや。690g やったっけ、とんかつ。 670g やったっけ、とんかつ作ったら余っちゃったわ。お味噌汁飲んでへん、みんな。いいか、向こう行ってしまった。
前から YouTube で親睦大好き使ってなんかいろいろ探していくと思うんですけど、うん、まあ中とか見っけですね。アメリカ結構トレジャーハン炊いてうんな、あ、そうそう、うんね結構儲けとるよ見つかってる世界好きで、こうやる日本では、うん、日本とは何やろう、ん何やろう分からん、ね、勝手に掘り起こしたら掘り起こすなって怒られるかもしれない、うん、土地の人に許可いいやん聞いて俺のもいいなとかやん、うんあれくらい近づかない、うん、どうやったピッピッピ言うのよあれくらい近づかないあれあの分からへんで、うん、1.5m、うん、結構 1.5m 人間一人分ぐらいですかね腹持ちながらピッピって金属集めたらしいこんな泥沼みたいなところ探すの？すごいな。ドラの方にいたい。うん、ほとんど出汁に出て身は味せん。カラボンどこ脂乗って美味しい。うん、スープすごい出てるわ美味しいわ。ブラ臭いって言ったけど身も美味しいよ。うん、マリネもすごい美味しいし、刺身も美味しかったしね。取れるとこで違うんだよね。今回のは広島さんって書いてあるけど、広島さんって多分瀬戸内海の牡蠣とか養殖してるから水がきれいかもわからんね。知らんけど、ブラがそんなに臭くなかった。これボラの、うん、うん、美味しい。こんなとこな、うん、来たくないな、うん、すごいな、そうや、うん、はい、ということで今日のあちゃんの、晩ご飯ヒレ肉、豚ヒレ肉の、とんかつ。結構ね、お肉がすごいやっこくて脂身少なくて美味しかった。で、まあカラッと揚がってたしね。で、ボラのあら汁、ボラのマリネ、美味しかったです。ごちそうさま。ということで今日のあちゃんの晩ご飯よかったよと思ってくれたら高評価を、応援コメント、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。